皆さんこんにちは。自撮り浮遊写真家016の浮遊人です。今日は2019年の12月に発売されたレオフォトの HC28 という商品を手に入れたので紹介しようと思います。はい、これが中に入っているセンターポールです。長さは 400mm、 重さは 413g。 ちょっと重そうに聞こえますが、手に取ってみると結構軽いです。耐荷重量が 10kg の10層カーボンファイバーでできていて、手で触ってみるととても丈夫なのがわかります。太さは商品名にもあるように 28mm ですね。ポールの先端には雲台を取り付ける場所があって、ネジは8分の3インチのネジがデフォルトになっています。でもここの先端は取り外すことができて、裏返すと4分の1インチのネジが使えるようになっています。ベースの部分にはポールの回転角度を調整できるティルトのノブがあります。こういう感じですね。ポールを水平だけじゃなくて必要に応じていろんな角度で固定できます。実はこのノブチルトは刃付きのロックシステムになっていて、しっかりロックを解除しないと回した時に刃の部分が摩擦してしまい、こんな音が出ます。まあ刃付きなのは角度を再現しやすいので便利なのですが、しっかりロックを解除してから回さないと刃の部分が削れてしまいそうなので気をつけたいですね。またパンニングできるノブもついていて、360度回転させることができます。パノラマ撮影とかに使えそうですね。雲台をつけるポール先端の反対側にはウェイトフックがついています。このフックは外すことができて、4分の1インチのネジ穴が使えます。この穴の使用例は後ほど紹介します。はい、この商品の全体はこんな感じですね。それでは実際にポールを三脚に取り付けてカメラを載せてみましょう。はい、取り付けました。簡単ですね。この動画を撮るために自分のいつものカメラを使ってしまっているので、10年前に購入したソニー NX5 にフュージンが持っている一番重い 135mmF1.8 の G マスターレンズをつけたものを載せてみようと思います。はい、問題なく取り付けることができました。このカメラとレンズのコンビだと重さが約 1300g ほどですが、しっかり固定されてますね。いい感じです。安心して撮影ができるかと思います。ちなみにこの HC28 につけた雲台は同じくレオフォトが出している MBC20 という小さい雲台で、この小ささでなんと耐荷重量が 8kg とすごいしっかりしていて、がっちり固定してくれます。またいつかこちらの雲台も紹介したいと思います。先ほど説明したように中央のチルトノブでポールの角度を調整できます。調整範囲は180度で、このように垂直にしてセンターポールのように使うことができます。またチルトノブの横にあるノブを回せばスライドできるようになっていて、自由に視点を変えることができます。これで普通の撮影にも使えますね。もちろんポールが垂直ではない時もスライドノブで調整できます。ポールの設定によっては視点のバランスが取れずにこんな風に倒れてしまうこともあります。そんな時は反対側にあるウェイトフックを使います。このフックは360度自由に回転できて、フック部分が上を向いていない場合は上に向くように回転できます。この商品が発売されたばかりの当時はこのフックが回転できない仕様だったらしいのですが、新しくこのように回転されるようになったみたいです。まあユーザー側には嬉しいことですね。そんなこんなでポーチをフックにつけてみるとどうでしょう。うん、うまくバランスが取れます。ベースはパニングノブでこのように360度自由に回転できます。スムーズにパニングができて使い勝手がとても気持ちよいです。メモリもついているので使いやすいのかなと思います。これは HC28 をミニ三脚に取り付けた使用例ですね。ミニ三脚に取り付けることでローアングルのマクロも撮ることができます。このミニ三脚は MT-03 というまたしてもレオフォトの三脚で、耐荷重量は 5kg なので HC28 プラスカメラも余裕で取り付けることができます。あと冒頭でも申し上げましたが、この HC28 は物撮りにも使えます。まあ、こんな風に斜めのアングルにしたり、また YouTube でよく見る上から下目線の物撮りにも使えそうですね。
で、さっきも見せましたが、このウェイトフックは取り外しができて、4分の1インチのネジの穴が使えるようになっています。この穴を使ってこんな使い方もできちゃいます。ポールの両方の先端に雲台をつけてカメラを2台つけることもできます。カメラ1とカメラ2を使ったインタビューの収録にも使えそうですね。カメラだけじゃなくて、照明やストロボだったり、スマホやタブレット、使い方はいろいろあると思います。まあそんなこんなで、レオフォトの H28 という商品を簡単に紹介させていただきました。今後、物撮りだったり、YouTube の動画の収録に使ったりしようと思います。また上から目線の浮遊写真の撮影もこれでできるんじゃないかなと思っています。まだ使い始めて間もないのですが、今の段階で感想を言うのであれば、とても頑丈な作りで工夫すれば使い方はいろいろあると思うので、写真のレパートリーを増やしたい方にはおすすめできるんじゃないかなと思います。まあ悪い点を挙げるとしたら、ちょっと値段が高いところでしょうか。質感は良いですし、とても面白い商品ではあるのですが、他のメーカーでも似たような商品がもう少し安い値段で手に入ります。浮遊時の場合は三脚や雲台を同一メーカーにして見た目を良くしたいという単純な贅沢感から手に入れましたが、他の方には他社の商品も候補に入ってしまうのではないかと思います。まあ浮遊人としてはおすすめなんですけどね。レオフォトの商品は大好きです。皆さんもぜひレオフォトの商品を使ってみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今回使った MBC20 っていう小さくて頑丈な雲台も近々紹介したいと思っています。それでは今日はこの辺で。See you in the next video.